笹島、米野歩道橋は、愛知県名古屋市中村区平地町4丁目にある、古線橋である。鉄道施設で隔てられた、近畿日本鉄道米野駅と名古屋臨海、高速鉄道笹島、ライブ駅を接続する歩行者専用の古線橋で、都市計画道路椿町線として仮設された。従来、両駅間は、直線距離が短いにもかかわらず、その間に、 東海旅客鉄道関西本線、名古屋車両区及び近鉄名古屋線、米野車庫などが立地しており踏切が設置されていなかったことから、付近の高野橋に迂回しなければならず歩行者の移動に時間がかかっていた。折しも、かつて貨物駅の笹島駅などがあった地区では、都市基盤整備のための土地区画整理事業が行われていたが、この基盤整備の一環として仮設されたものである。 東湖線橋の仮設により、市では、米野駅側にある対抗地区と再開発地区、笹島ライブ24間の移動利便性が向上したとしている。また、笹島ライブ駅側には、外区の施設を結ぶペデストリアンデッキが仮設される。湖線橋は、市の事業として仮設されたものだが、近鉄及び JR の鉄道用地をまたぐことから、 これらの部分の施行は両者に委託された。なお、それ以外の部分を及び内装などについては、市が施行している。鉄道用地をまたぐ部分の広報だが、近鉄が施行した部分は、日本最大級とされる1200トン級のクレーンを、使用して、橋桁を吊り化したほか、JR が施行した部分は、仮置きした橋桁を順次押し出すようにして移動させて、それぞれ仮設している。 なお、両社の敷地区間は、それぞれ一スパンの橋桁が仮設されており、両社境界付近の一基を除いて、鉄道設備内には橋脚を付設していない。ウィキメディアコモンズには、笹島、米野歩道橋に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。